旧吉野川川口関は、徳島県板野郡松茂町中平市先、吉野川水系旧吉野川に建設された関である。旧吉野川は、徳島藩第四代藩主、八塚綱通りによって1672年別宮川との間を大十字先で改作、徳島城防衛のために引水したのが発端である。下流で今切れ川を分流し、紀伊水道へ注ぐ。 七百五十二年には、吉野川第十0が建設され、旧吉野川の水量調整が図られた。この間三島を、泉人志、伊沢亀三郎、坂東茂平らによって下流部は相次いで開拓がなされ、新田開発が行われた。この間傍聴、防風目的に堤防が建設され、さらに九百二十三年には、旧吉野川の洪水調節、河川一用水を目的に、 第十0門が建設された。1936年には今切れ川秘門が建設され防潮機能を強化したが、いずれも開拓地の沿岸防止を最大の目的としたものであった。しかし1946年に南海地震が起こり旧吉野川、今切れ川川口地域は大規模な地盤沈下を起こし、今切れ川秘門は破損し防潮機能が減退した。1949年には、 旧吉野川紐門が建設されたが根本的な塩害対策にはなり得なかった。さらに高度経済成長に伴う工業地域の拡大や徳島市の人口増加は水需要の逼迫を招いた。これらの理由から治水、利水を目的とした河川施設の建設は急務となったが吉野川水系が水資源開発水系に指定され、 吉野川水系水資源開発基本計画が1966年に策定された。この中で、旧吉野川と今切れ川に川口関を建設し、地水、利水を図ろうとし、水資源開発公団によって1968年より計画が開始された。1971年徳島市川内町と、板野郡北島町の間に今切れ川川口関の建設が、 二年後の1973年には、旧吉野川川口関の建設が始まった。両関とも、稼働関で、洪水調節、沿岸防止、上水道、工業用水が目的で関ではあるが、法的には、水資源開発公団法に基づく、多目的ダムの扱いである。1974年に今切れ川川口関、翌1975年には、 旧吉野川川口関が完成し、建設事業は終了した。なお今切れ川文と旧吉野川文は川口関建設に伴い撤去された。なお、旧吉野川は1932年に別宮川が吉野川本川に定められるまでは吉野川の本流とされていた。ありがとうございます。